鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、靴放物法は、鳥山石炎による、妖怪画集、百鬼連れ連れ袋に描かれている日本の妖怪。靴を乗せている動物と人間のような姿の、妖怪である。百鬼連れ連れ袋での解説文には、低売り集の家電に買いありて、売りを喰らう霊印寺の倉庫を聞き手符を当たふこれを、家電に奥に、買い長く至らずの地その符を開き見るに、 理科不正官の語字ありとかつてこの会に、雇むのうちに思いぬとある。定売り衆とは、中国の詩人、徒歩の友人である、帝神のことで、徒歩の詩、海門などに見られる。また霊院寺とは、中国の甲州にある、う林ん寺んのことである。売りの畑に現れて、売りを食べてしまう妖怪がいたが、寺からもらった。 霊符を置いておいたところ、その妖怪現れなくなったという中国の妖怪についての話が内容としては書かれており、この靴法もそれであろうと石炎は述べている。売り畑に現れたという、この中国の妖怪の説は及び詳細は不明である。石炎は長官と同じ見開きに靴法を描いており、この二体は中国のことわざ、家電に利を入れず、理科に冠無理を正さず及び、 つれずれ草に冠と靴が登場することをモチーフにして創作されていると考えられている。また、室町時代の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻に描かれている朝靴を乗せた山嵐のような形の妖怪がモデルになって描かれたと考えられている。ありがとうございます。